ただいまより12月3日グランドスラム in 後楽園ホール大会でのスペシャルシングルマッチ2大タイトルマッチの会見を始めさせていただきます。まずはスペシャルシングルマッチ井上京子対笹村あやめ、こちらの一戦の会見から始めさせていただきます。両選手揃いましたので意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずは笹村あやめ選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、まず皆さんに知っていただきたいのは、私は京子さんが大好きです。試合はまだ一度しか、しかも6人タッグとかで全然絡んだことはないんですけれども、普段の振る舞いだったり、ずっと明るくて楽しくてすごい周りを気遣ってる姿だったり、かと思えばリング上で熱く激しく戦ってる姿、私はすごい尊敬をしていて、年に2回しかないこの後楽園ホール大会で京子さんとシングルマッチができることを光栄に思います。はたから見たら確かに厳しい戦いになるんだろうと想像されると思いますけれども、私は大好きの気持ちをエネルギーに変えて井上京子ぶっ倒します。以上です。続きまして井上京子選手、よろしくお願いいたします。はい、とりあえずシングルのオファーをいただいた時は本当にびっくりすると同時にいっぱい嬉しかったです。っていうのはやっぱりさっきも笹村選手が言ったようにですね、飲む機会の方が多くてプライベートでずっと遊んでもらってるというかいつも遊んでるんですけど、まあ、その時にその時はその時なんですけど、やっぱプロレス同じ会場になる時見る時にやっぱり明るく楽しく激しく、なんか本当にちっちゃい井上京子みたいな感じだと思って見てたんですね。なんか会場をすごく明るくするし楽しくするしみたいなところがすごく笹村選手のプロレスは私好きなんですね。なんかそんな時になんか共通点ってすごくあるなって思ってて、そしてまあ本当になんかいつもなお酔っ払って大好き大好きって言ってくれるんですけど、私もやっぱり言われると気になるじゃないですか。でよくプロレスやっぱ見るようになって、そんなササムからやっぱり飲みに行きましょうじゃなくてプロレスしましょうって言われることが本当に嬉しくて、でしかももうなんかもう私から見たら若手かなと思ったらもう7年目ということ でしかもこの 2AW さんが年に2回の興行で、そしてシングルマッチで井上京子を指名してもらうなんて本当に嬉しいことです。さっきも言われましたけど、飲み友達は飲み友達プロレスはプロレスなんで叩き潰しますよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。何かご質問がありましたら挙手の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では笹村選手に、はい、お伺いいたします。今井上選手から小さな井上京子だというふうな言葉を受けましたけども、それを受けてどういうふうな気持ちでしょうか？すごい嬉しいです。なんかやっぱ私あんまり前兆だったりプロレスを知らずにこの業界に入ってきたんですけれども、やっぱり映像を見たりとか今のリング上の姿を見て本当に井上京子かっこいいので、そんな京子さんからちっちゃい井上京子って言われて光栄です。でもちっちゃいけど本家を超えます。ありがとうございます。はい、他に質問がありましたらよろしくお願いいたします。じゃあ、はい、今度井上京子さんに質問させていただきたいと思います。はい、京子さんの立場になるとですね、はい、もうだんだんやはり若い選手がどんどん台頭してきてると思うんですけど、はいはい、ご自身の団体も含めて、はい、若い選手と戦うときに何かこう心がけているようなことって何かあったりするんでしょうか？一つは昔から変わってないんですけど、やっぱり試合して何分かでバーンって叩き潰してドーンっつって終わることってできるんですけど、この選手ってどんな思いでプロレスやってるのかなとか、どんなことできるのかなってちょっとやっぱりもう初めからみんなプロレスファンもプロレスラーもしてるのに、受けっていうのがプロレスじゃないですか。受けてみたいっていう気持ちがあるんですよ。まあ受けすぎて負けちゃうところあるんですけど、まあ
笹村選手今日あるので、それに負けないぐらい、とりあえず笹村選手の気持ちを受けて倍にして返そうと思ってるので、はい、そんな短い試合にはならないと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。質問他にございましたら、井上選手はあの、はい、お酒の席ではどっちが強い？そりゃ私に決まってるじゃん。でここもね、先生、勝たなきゃだめ。あ、ここもここも勝たなきゃいけないんですよ。じゃあ、試合で勝って試合で勝って飲みでも勝ちますよ、私が。これもう、勝ちます。京子さんだって言ってるじゃん、もうそこで負けてるんですよ。そうですね、あ、私ですよっていうぐらい。もっと頑張ります、はい、なので、今のところは酒は私です。ありがとうございます。質問は他に大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。それでは続きまして、フォトセッションに移らせていただきます。お願いします。はい、はい、いきます。ありがとうございます。はい、はい、それではスペシャルシングルマッチ、井上京子対笹村彩音の、こちらの会見は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして 2AW タッグ選手権試合、王者組本田歩夢チャンゴ対挑戦者組真下健吾中修馬、こちらの一戦の会見を始めさせていただきます。それでは両選手揃いましたので意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずは本田歩夢選手、チャンゴ選手、意気込みのコメントよろしくお願いいたします。はい、まず 2AW 並びに真下健吾にお礼から入りたいと思います。あの真下健吾が中修馬というハンデを背負って我々に挑戦してくる、こんな最高のシチュエーション、そっち側から持ってきてもらって本当にありがとうございました。次の後楽園ホール大会、チャンピオン我々バグズミューテーション本田歩夢チャンゴ、そこにこいつらが挑戦してくる。それで我々が示すのは、中修馬が我々のこのタックベルトに挑戦するそのステージにまだまだ全然早い、お前はこのステージに立つことがまだ早い、許されない、それを証明する。そしてそのハンディを背負った真下健吾、我々二人でぶっ潰して真下健吾の血をこのタックベルトに注入して、このベルトの価値、誰も届かないところに持っていく。それが俺らの考えです。ありがとうございます。続きまして、挑戦者組、真下健吾、中修馬選手、よろしくお願いいたします。うん、まあ、真下健吾と中修馬が組んで、チームとしてこれからやっていくということで、そうですね、これから、俺たちがこの 2AW のリングの中心に立っていく、それを示すためにこのタッグチームのベルトを取る。以上です。ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、中選手にちょっと伺いたいなと思うんですけれども、チャンゴ選手から結構厳しい今言葉がありますけれども、それを聞いて今どんな風に感じますでしょうか？まあ確かに実際、ベルトを 2AW のベルトには初挑戦なんで、まあそういう意味では、まあ、まだ体感歴がないということで、まあでも、まあ、見くびっててもらえれば後楽園ホールという一番 2AW の年間で一番大きい大会の、タイトルマッチで痛い目を見てもらおうかなと思います。一番ね、あのプロレス界に届く場所だと思うんで、うちの 2AW でしっかり中修馬の強さ、中修馬、真下健吾がこの 2AW の中心に立っていくことをしっかりお伝えしたいと思います。はい、ありがとうございます。他に質問がある方、よろしくお願いいたします。チャンゴ選手、はい、あの中選手がハンデってことは、そのタイトルマッチでも狙いは中選手になるんでしょうか？そうですね、普通にそのタッグマッチの試合が始まれば、彼のボロが自然と出てくると思います。
その後にマシモケンゴは一人になる。2対1じゃ我々にかなうわけがないんで、そのつもりで戦います。はい、ありがとうございます。他に質問は。中選手はあの例えば同世代の三木選手が差別級を取ったりして、そういうものに対する刺激っていうのはあったんでしょうか。まあ気にはしつつ、別に自分は自分の道なんで、自分で道は切り開いていきます。はい、よろしくお願いします。ちょっとマシモ選手に質問なんですけれども、今チャンゴ選手から2対1だっていうようなハンディキャップマッチなんだっていうような、ちょっと言い方をそのお二人で組まれている中で言われてるんですけど、はい、その発言に関してはどういうふうに感じてますでしょうか。中修馬のことをハンデって言ってたんですけど、ちょっとそれは中の実力を見くびりすぎだなと正直思っています。で、まあさらにもっと言えば、2人で2対1なら俺に勝てるっていうのもちょっと間違ってんなと思ってますし、1人でも勝てますよ私、この2人なら。それに中修馬というもう今となっては心強いパートナーになりつつある男が隣にいるわけで、で我々は動き出したばっかりですけど、こっから今 2AW って新しいフェーズに入ろうとしている段階だと思うんですよね。そこで中心になるためにはここで勝たなきゃいけないし、で本当常々というか最近感じてるんですけど、僕にしろ中修馬にしろ2AW の主流のファイトスタイルじゃないんですよ。でもそれはまあチャンピオンチームも多分そうなんですよ。 2AW の主流にいないチーム2つでこのベルトを争うわけですよ。じゃあどういうことかっつったら、勝った方が主流になりうる、それを決める戦いだと思ってるんで、僕らは負けられないですし、まあとにかく舐めすぎじゃないっていうことですね。マシモケンゴも中修馬もチャンピオンチームはちょっと舐めすぎですね。はい、ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。マシモ選手、過去こう様々なパートナーいたと思うんですけど、はい、中選手と組み始めてみて、その中選手の強さみたいな強さってのはどこに感じますか。これ多分お客さんからとかも分かりづらい部分だと思うんですけど、僕が一番中修馬の評価しているところは、この勝ちにこだわる、勝ちの勝利、一つの勝利の意味をよく分かってる。なんか僕の嫌いな考え方なんですけど、プロレスは勝たなくてもいいみたいな考え方、負けてもいい試合すりゃいいみたいな、そういう考え方持ってるやつは本当嫌いなんですよ。でも中修馬はそうじゃない部分ちゃんと持ってて、一つの勝ちがどれぐらい本当にその次に進むための力を持ってるか分かってるんで、なのでもう、そういうやつだから一緒にやるし、まあ一緒にやってまだ形は残ってないですけど、必ず形は残せると思ってますし、なのでその部分ですよね。勝利に対する意欲と、それに対してそうするため、勝利を得るために何か犠牲を払ってもいい、そういう部分ですかね、評価してるの。ありがとうございます。他に質問はよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。今マシモ選手の発言を受けて、チャンピオンチームの方はどういうふうに感じましたでしょうか。舐めすぎうんぬん言われても、まあ実際中修馬と肌を合わせたことってほとんどなくて、まあバックステージからリング見てて、こいつの戦い振る舞い見てて、まあそれで総合的に判断してこのステージには早いって思ってます。で俺らは俺らでベルトを持って半年間防衛もしてきました。でまだまだマシモケンゴっていうのはこのプロレス界で、プロレス界に名が轟いてるんですよね。で残念だけどチャンゴとホンダ M のタッグチーム、
ここはまだ全然 2AW 内にとどまってます。なので今回の戦いでマシモケンゴの名前を利用して我々が世間に打って出るきっかけになればって思ってます。マシモケンゴを倒したらもう 2AW に敵いないんじゃないかって思うんで、そっからは外に目を向けてもいいのかなって思ってます。で、まあ総括すると中周馬を俺は舐めてます。以上。はい、ありがとうございます。他に質問はありますでしょうか。じゃあ俺からいいですかね、質問一つ。この間の大きい大会で急にマシモケンゴと中周馬が組んで、その組んだ当日に俺らに挑戦するって言ってきて、まあそれも含めて舐めてんのかって言いたいんですけど、なんかね、組んだ当日で、まあそっから日が経って今日を迎えてるわけですけど、なんかチーム名なりなんなりそういうのって決まったりしてんすかね。チーム名が必要ですか。それもない。別に軽いっすね。まあ以上です。当日タッグタイトルマッチ頑張ります。よろしくお願いします。はい、他に質問はありますでしょうか。はい、内容でしたらただいまよりフォトセッションを行わせていただきます。はい、それではこれで 2AW タッグ選手権試合、王者組ホンダアイムチャンゴ対挑戦者組マシモケンゴ中周馬の会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。続きまして 2AW 無差別級選手権試合、王者二木拓郎対挑戦者カズ林、こちらの一戦の会見を始めさせていただきます。両選手が揃いましたので意気込みを伺ってまいりたいと思います。それではまずはじめにカズ林選手、組の方よろしくお願いいたします。はい、グレートのカズ林です。3年ぐらい前に、約3年前に、レッスルワンという団体がありまして、そこで、二木選手と、同じでした。同じ団体の、まあ、同僚ですね、でした。その時デビューしたばっかりで、俺の中ではもう坊主のクリクリな頭で、それが時間経ってレッスルワンという団体が活動休止になって 2AW に入って、そしてチャンピオンになって俺のグレードの会場に一人でやってきて、逆指名という形で、僕をね最初の挑戦者として選んでくれた、これは嬉しくないわけはないわけでして、はい、まあとはいえね、僕強い先輩でありたいんで、はい、全ての面で、まあ、勝負で勝ち負けももちろんあるけど、うん、全ての面で勝っているところを見せていこうと思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。では続きまして二木拓郎選手、興味の方よろしくお願いします。はい、先月佐藤光平さんに勝ってこのベルトを取ったわけですけど、まあ、自分の中で一番最初このベルトをかけてやりたいと思ったのが、まあ、デビュー戦の相手でもあるカズさんだったんですね。まあデビュー戦レスラーにとって特別ですけど、まあ正直半年しかレスラーで一緒にやってない、まあ、その後 2AW で俺はあのタッグのベルトも取って、このシングルのベルトも取って、本当にあの時とは違う、一味違った成長をカズさんに感じて、まあ、最後には俺がこのベルトを防衛したいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。質問がある方よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。カズ選手に質問させていただきたいと思います。はい、本当にデビューから見守っている選手である二木選手の、うん、まあ、成長を今あの前回の8月での対戦でも実感されている部分もあるかなと思うんですけど、それをこう振り返って、デビュー当時から非凡な才能みたいなものは見出してたんでしょうか。
ぶっちゃけですね、二木選手だけどうとかって見てないんですよ、うん、はい、フラットに見てるから、あんまりこの何その時の印象、彼がこうだっていうのはね全く感じてないですね、はい、全く持ってないです、これ本当の話、はい、だから成長がどうかっていうふうなことを聞かれると、はい、全くない状態なのでわからない。ただ、2AW のリングでチャンピオンになったわけですから、それはやっぱでかいですよね。彼がどういうふうなやっぱ道を歩んできたかっていうようなものも試合で、試合の中でね、こうぶつけて、お互いにぶつけられたらなと思ってます。はい。ありがとうございます。はい。他に質問がありましたら、よろしくお願いいたします。じゃあ、二木選手。はい。今回は王者として初防衛戦で、はい、あえて、元前団体の社長である、はい、カズ選手を指名した、その真意っていうのはどういったところなんでしょうか。まあ、そうですね、まあデビュー戦の相手っていうのもあるんですけど、今年の8月にタッグではあるんですけど一度やってるんですよ。でその時自分負けてしまって、でその時のマイクで、お前はこの 2AW 背負っていく覚悟がないってはっきり言われたんで、覚悟も感じてもらえるような、試合になると思います。グレートに単身乗り込んだ、はい、部分でいうと、すごくその心意気を買ってカズ選手も今回のタイトルマッチ受けたとは思いますけれども、はい、やっぱりベルトを持ってタタンテに殴り込んだというような部分の心境はいかがだったんでしょうか。他団体というよりもその時はカズさんしか見えてなかったので、そうですね、まあカズさんと一対一で話してこのベルトに挑戦してきてもらうっていう目的がねしっかりあったんで、まあ、それを達成できたの本当にそれだけだったんで良かったです、はい、レッスル1号グレートにで活躍されてるカズさんの、はい、カズ選手の試合なんかを見て何か感じる部分はありましたか。いや元気だなとおいくつですか、カズさん。答えなしすいません、もうここは10を50歳超えてここまで元気でやってる姿を見て、まあ、自分も負けてられないなというより自分がやんなきゃダメだなっていう、カズさんがこれだけ動けてるというかあれなんで、自分がやんないとなっていう気持ちはあります。はい。ありがとうございます。はい。はい、他に質問がありましたら、よろしくお願いいたします。各選手に聞きたいんですけれども、グレートを背負って戦う意識と、そのかつての先輩っていう思いで戦う、どっちが強いんでしょうか、今回は。やっぱね、彼ね、レッスルワンが、この活動休止になった時にちょっとヒアリングしたんですよ、その時にどうするっていうふうな話をした時に、もう数あるこうプロレス団体の中で僕 2AW 行きます、まあ全然決まってないんですよ、決まってないのに 2AW 行きたいですっていうふうに言ってたんですよ、でそれをずっと今までこの3年間ですけどこう続けて、それでタイトルを持つまで自力で頑張ったわけじゃないですか。だからそうなると、グレートどうこうというよりも、まあ、レッスルワンどうこうもそうなんだけど、なんか僕としてはもう普通の一選手として、なんかあの気持ちの方がでかいっすね、そのなんか自分一人でこうやってきたね、物って見たいじゃないですか、戦いたいから、そういうふうな感じです。はいはい、他に質問ございますでしょうか。はい、ありがとうございます。